フェリーなる塩は、かつて、九州商船が運航していたフェリー。以前は、古式島商船で運航されていた。古式島商船の発注で、時丸の大船として、神田造船所川尻工場で建造され、フェリー古式として1987年5月23日に、串木の古式島航路に就航した。2002年9月30日、フェリー入古式の就航により引退した。 その後、フェリー椿の大船として、九州商船に売却され、2003年5月にフェリー、なる仕様として、佐世保上五島航路に就航した。佐世保上五島航路は、三崎海藻の参入による、営業収益の減少及び航路補助金の一部、不交付により航路改善が遅れており、本船は、就航から約30年が経過している。老朽化により、 運行経費が増大していること、船内がバリアフリー構造でないこと、本船はフェリーミ地より小型で、就航率が低いことから、早急な代替船建造が必要とされており、本船及びフェリーミ地は、長崎五島航路に投入された万葉、椿と同様に、国庫補助制度を活用した自社建造方式で段階的に代替することが計画されており、2019年5月に、 新造船、祈りの就航に伴い引退。朝便は、浮島発、夜便は、小じか島に先に寄港して、浮島止めとなる。全通船頭型の旅客船兼自動車渡船である。船体は、上部からら新儀看板、航海船橋看板、船橋看板,板、船道看板、車両看板、機関室となっており、航海船橋看板の全部が、操舵室、 その後方が一等客室、船橋看板の全部が乗組員区画、中央部が二等客室である。車両看板は一層で選手にバウドアと、船尾中央にランプが設けられている。2005年5月1日、13時3分、佐世保港から浮島へ向かっていた元船は、農務の中、平漁港へ入港する際、沖希望派灯東大の北東側18.6メートルの、 地点の沖防波堤に約10ノットの速力で選手からほぼ直角に衝突した。衝突により、本線はバウドア、選手部外反、球場選手に大損及び、選手水槽に亀裂を生じ、沖防波堤は、側壁部に高さ2.5メートル幅1.5メートルの損傷が生じた。事故当時、乗員11名、乗客71名が乗船。 車両7台を搭載していたが、乗客23名が打撲症などを負い、車両2台が損傷した。入港時、旅客安全確保のため、接岸完了まで着席したまま待機する必要があるが、乗組員からの指示が徹底されていなかったため、多数の負傷者が発生した。事故原因は、霧のため指定が運行基準に定められた、入港中止の条件に該当する状況となった際、 運航上の危険に対する認識が不十分で、運航基準が遵守されず、入港を中止しなかったため、とされた。運航が不適切であったのは、船長が入港中止しなかったこと、一等航海士が船長に進言しなかったことによるもので、運航管理者が船長に運航基準の遵守等、入港中止の判断を具体的に指示しなかったことも原因とされた。また、 九州商船が1994年に2件、1996年に1件、1999年から2004年まで毎年1件、入出工事及び教師会時に海難事故を起こしていながら安全運航を確保するための体制を構築していなかったことも原因として指摘された。ありがとうございます。